皆さんこんにちは。 LIC 三次期の小林修樹です。私は東京都出身で、去年に LIC 卒業して、今はカリフォルニア州立大学の地方校というところで心理学を勉強しています。心理学といってもまだやりたいこと、完全に心理学将来やりたいというわけじゃないので、もしかしたらこれから学部少し変わるかもしれないんですけど、今のところ心理学勉強しています。で、私は中学までは公立の中学校に行っていて、高校は私立の東京の端っこの方なんですけど、和光高校というところに行きました。で、毎日遊んで、テスト期間も遊んで、テストの前日にちょろっと勉強してっていう感じで遊びまくりの高校生活を送ってました。なんですけど、高校2年生の秋に友達がイタリア留学から帰ってきて、イタリア語ペラペラで、友達イタリアにいっぱいいて、すごいかっこいいなと思って、私も留学しよう、そういう風になろうと思って留学を決めました。そして NIC を高校の先輩に紹介してもらって知って NIC に入りました。で、NIC に入ってから LI クラスです。下から2番目のクラスでスタートしました。英語好きだったんですけど、得意ではなかったので、結構下の方のクラスのスタートでした。で、勉強、宿題すごい多かったので、1日6時間ぐらい、授業の前に勉強して、授業やって、授業終わって勉強して、家帰って勉強してっていう感じで勉強してました。で、アルバイトもやってて、多い時だと3つアルバイト掛け持ちして NIC 通ってました。なので、本当にすごい忙しかったんですけど、その分、本当に充実した1年間でした。で、NIC で得たもの、英語力、まず TOEFL 入学時350点ぐらいしかなかったんですけど、卒業するとき500点ちょっと超えるぐらいまで英語力上がりました。で、NIC の1年ですごく積極的になれたかなというふうに思います。なので、学内バイトやったり、学級委員やったり、茶道部やったり、あとアンバサダーもやってました。で、あとタイムマネジメント力ですね。アルバイトずっと掛け持ちしてやってたので、この限られた時間で自分がどうやって宿題をこなしていくかっていうところで、すごく計画力っていうかタイムマネジメントをする力がつきました。で、あと最後、アメリカでの1年ですね。アメリカでの1年今過ごしてきて思ったこと、アメリカでの、NIC での宿題は宿題じゃないっていうことが分かりました。っていうのは、 NIC で例えばノートテイキングとか宿題で出てたことはアメリカでやって当たり前なので、宿題と別にまた勉強しなきゃいけないっていうことがあって、そこはちょっと行ったアメリカ行ったばかりの時は少し苦労しました。で、勉強は1日5時間ぐらいやっています。で、あとはほぼ毎週テスト、ちっちゃいクイズとかテストとかあるので、それのために毎日頑張って勉強しています。で、勉強以外で言うと、私はインターナショナルネイバーズっていうインターナショナルクラブに入ってて、次の学期からリーダーとしてやるんですけど、こっちの写真はロサンゼルスのカタリーナアイランドに行った時です。で、こっちがレイクタハの近くでみんな旅行にしに行った写真ですね。あとはこっちの左側の写真、ジャパニーズのカルチャーフェスティバルやったのと、あとみんなでこっちハイキング、モンキーフェイスというところに行ったりして楽しく過ごしてます。なので、高校生の毎日遊んでた自分からは想像できないぐらい楽しい経験いっぱいできているので、皆さん海外に興味あると思うんですけど、ぜひ勇気出して海外に進んで楽しい経験をいっぱいしていただきたいなと思います。ありがとうございます。